こんにちは、まーです。グラサマーやっていきたいと思います。はい、ということでね、リゼロコラボもね、そろそろ終わってしまうということで、明日で終わりかな？一応イベント、後編のね、ストーリーも追加されて終わりました、全部ね。で、まあ、ちょっとね、もろもろ、なんでしょう。突然、こう、チケットガチャでね、エミリアが出ちゃったりとか、コラボレイド間に合わなかったりとか、まあ、ちょっとね、もろもろね、リゼロコラボのちょっと反省点がね、いっぱいあるのでね、ちょっとね、雑談しながらね、育成やら何やらしていきたいと思います。まず、エミリア育てようかな。そっからだから。いや、まさかのね、チケットで、来てくれました、エミリアちゃん。で、まあ今回ね、チケットあれでね、全部だったのかわかんないんだけど、40何連ぐらいだったっけ、結構引いて、まあエミリアちゃんをね、迎えることができたんですよ。強化じゃない、進化します。まあ、貯めてね、ぶっぱしようと思ってたけど、本当に出るとは思わなかった。マジで。爆死だと思ってたから。はい、ということで、エミリアちゃん、覚醒しました。ちょっと強化もしちゃおうかな。そう。まあ、まずそこ、まあ、それはね、嬉しいサプライズでしたね。エミリアちゃん、可愛いし。ちょっと最大強化までいけるかわかんないけど、ぶっこんでいきます。そうなのさ。だからね、まあそういうサプライズがあったり、で、コラボレイドがさ、前編後編って分かれてたじゃないですか。まあなのにも前編後編っていうか、前半後半みたいな感じで分かれてたと思うんですけど、なんだろうね、私ね、まあ、レイドってもともとあんま得意じゃなくて、だからね、あんまりやってなかったのよ。前半なんて全くやってなかったの。なんなら後半の最終日にね、やったの初めて。マジ大きい子じゃ言えないんだけどさ、これほんとね、そんな感じなんだよね。だから慌ててやったんだけど、まあでも慌てて、だから、なんだろう、自分も張ったんだけど、結構人のレイドにあやかったりもしたので、本当ありがとうございました。フレンドさんのレイドにもね、お邪魔させてもらって、役に立たねえくせにすいませんでした、本当に。なので、なんかね、そのレイドのパーティーってどう組めばいいのかわかんなくて、前もね、リスナーさんに教えてもらって組んでもらったりしたんだけど、いまいちね、今の環境に合った、その相手によってレイド、まあ、結局試行錯誤なんだろうけどね、ちょっと何がいいのかなっていう、どういう立ち回りがいいのかがちょっと分かってなくて。で、ちょっと私のね、良くない癖で、まあ、食わず嫌いみたいな感じでね、やってなかったのよ。でもさ、今回そのリゼロのコラボで、その新装備が生成できるっていうのは知ってたから、ちょっと作ってみたいなーなんて思ってたんだけど、最終日にやったもんだからさ、まあ、前もね、なんか動画で言ったけど、まあ、全部は無理でしたね。全部は無理でした。本当にすいません。いや、もうだから、まあ、いつかね、復刻が来たら、その時には全部作りたいなとは思いますけど、次コラボジェムですね。危ない！これ、え？あ、これなんか怖いね。いいんだよね。そっか、これ凸にはならないんだもんね。そうだよね、凸にもなればいいけど、まあ配布だからね、しょうがないよね。ガチャゲンだしね。そう、それで、まあそのグラ様のモチベが、まあそもそもこう下がってたっていうのも、まあ一番の原因。まあ動画もさ、全然出してなかったりで、皆さんお察しではあったと思うんですけど、まあそんなこんなで、こうなかなか、なんだろうな。やっぱさ、こうやってる時、まあゲームやってても動画を撮るモチベにならないっていうこともあるんだけど、
どっちかって言えばゲームをやってる方が、あ、これ動画にしたいなとかさ、みんなと共有したいなみたいな気になることがどっちかって言うと多いので、なんかね、そもそも最近は本当にね、ゲームっていうもののモチベがなんか低下してたなって。前は結構あのこういうアプリゲームほったらかして家庭用ゲームに夢中だったんですけど、最近はその家庭用ゲームもね、ちょっとやる気がなんか、なんでなんだろう、なんかね、なんかプツッと切れちゃったんだよね、アホみたいにやってたのに。まあっていうのがあったので、だって今ね、割と最近ツイッターで言ったんだけどさ、ゼルダの伝説ブレイスオブザワイルド、今更ながらさ、ゼルダ苦手だったんだけど買ってみてさ、うわ楽しいってやってたんだけど、もうそれも全部プツってなっちゃってさ。でもね、その買った時はね、ゲームの欲半端なかったの。やっぱあれもこれもってやりすぎたのかな。あ、とりあえずいろいろね、プツッと切れちゃってね、まあ、動画だから全部プツッと切れたね。家庭用ゲーム、アプリゲーム、動画投稿、すべての私の趣味という趣味がプツリと切れてしまってですね、はぁっていうね感じだったんですよ。まあそれはね、言い訳なんだけど、まあそんなこんなでこうちょっとね、コラボイベントもさ、1ヶ月以上あったよね今回きっとね、なんか延長したりしたからさ、なのにさこのざま絶対さ、毎日コツコツやってたらできたじゃんね。私にとって運なんて飾りみたいなものだって思っていたけど、これはびっくり仰天ねびっくり仰天ねっつって、いやそうだ、ほんとね、びっくり仰天なのよね自分でも。そうだからちょっと、まあもうその時はさ、こう、え、危ない、え、私今までこれ使ってた、え、これ使ってないよね、びっくりしたんだけど、びっくり仰天だった今、え、みんな大丈夫だよね、私危ない、貴重な貴重なコラボジェムを、あー、これ選択に出てくるのマジ怖いね、いやーびっくりした今、え、使ってなかったよね、ちょっと動画見直さないと、いやーびっくりびっくり、これでぴったりのはずなのよ、あー大丈夫だね、よかったびっくりした、ぴったりじゃなかったら終わってたわ。はい、ということで120上げたけど、さらにとつらないとダメだね。そうだからね、そう、まあ、全てがそんなんだったから、なんだろうな、全てがそんなんだったから、もうそういう時にこう無理して、こう何かをやろうっていうのはなんか違うのかなっていうふうにも思ったので、まあやんなかったかな、もう潔くね、そこは、そこはこれさ、いちいちさ戻るのさ地味にやめてほしいよね。そうだから、そこは潔くあえて離れると。まあで離れてみてまたやりたいなとかさ思う可能性がやっぱあるじゃないですか。まあ実際は今回ね、そういうパターンだったかなって自分でも思うんですけど、からちょっとすべてね、一切離れてみて、またこう動画投稿も最近割と前より高頻度で始められてるし、ゲームも前結構何でもログイン制だったけどやれてるし、家庭用ゲームもまあぼちぼちだけど進めたりとか、まあ、できてるので、まあまあまあ気持ち的にちょっとずつこう復活しつつあるのかなと。で今私に足りないモチベは生配信の準備だねマジさ、オレオレ詐欺並みにやってないんだけどさ、今その
生配信私もやりたいと思ってて、で今そのために環境を整える必要があるんですよね。でその準備を、その準備をするのがね、ちょっと正直億劫で、やりだしたらやるのよ私。あのこう手をつけるまでがね長いんですよね、昔から。だからね、それを今生配信もやれれば有言実行、今更ながら有言実行になるし、まああのみんなともマルチとかやれて楽しくなんじゃないかなみたいな。もうリゼロコラボ期間中にやりたかったんだけどね本当は、あっていうのがねあったりするので、本当ね、こんな口だけの私を温かく見守ってくれる方には本当にね感謝しかありませんよ本当。なんかちょっと今の言い方嘘くさく聞こえたかもしんないけど本当なのよ。そうだから、うん、まあそんな感じで、ただまあ徐々にね徐々にねこうモチベは一応上がりつつあるので、まあまあまあ温かくね見守ってもらえたらいいかなとは思いますね、うん、なんかさタスになった瞬間大成功しないのねあるあるじゃない。そうだから最近のね、まあグラ様に限らずの話になっちゃったけど、まあ最近の私はそんな感じだったかな。だからゲームもあれだよね、結構ね断捨離したんだけど、なんでもやっぱさこう並行って結構難しいからさ、でさやっぱさ欲しいゲームとかやりたいゲームってさもういっぱいあるからさ、ありすぎるとさ逆にあれだよね、なんかさ 2、3個ぐらいがいいんだろうなとは思うよね実際。そのなんかスタミナ回復の間にやるみたいのが理想な形だったのに、もう何個も入れ始めるみたいな。でもさやっぱ最近はさそういうさアプリゲームでさ面白いのもいっぱいあるからさ、まあ、しょうがないっちゃしょうがないよねしょうがないっちゃしょうがないと思うわ本当に。まあだから幸せな世の中だよねある意味ね。私さあのこいつ、ああ振ってたね、 OK。 じゃあ次は武器いきます。武器生成ちゃんと育ててきましたよ。いきますか。いいんだよね。で、なんかがつくんだよね。生成人ね。はいはい。この中からランダムで。いきましょう。厳選とかきついね、これね。お、何ついた？あれ？あ、なんか、これついたね、これ。あ、いいじゃん、いいじゃん。攻撃力。あ、待って、こっちだったっけ？あ、こっちか。あ、いいじゃん。え？防御力なのか。はい。で、私が今回ね、これ、すいません、捨てました。ごめんなさい。育てたんだけど、これが足りない結晶。これはね、次回もしコラボが来たら作ります。で、次、エミリア行きますか。楽しいね、なんかこれ。お！なんていうもんだ、これ。これだ。状態上時間短縮。あー、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。1、2、3。次、最後か。これかな？悪いがちょっと静かにしてくれ。文句なしの。お、攻撃力レベル1。いいですね。なんか全部いいんじゃない？で、一応こっちからも見るんだけど、どこに行ったんだろうか。どこだ。これさ、私、あーだだだだだだだ、はい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 。いや、いいですね。なんかいいね、いいね、いいね。強化済みで出てきて、あのコメントでね教えてくれた方本当ありがとうございました。あのこの後さらにね生成後の強化だったらどうしようと思ってたので、はい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 、いいですね、これ楽しいかもね。まあ本当はあれだよね、きっとその生成のさ厳選をするんだろうねみんなね。いやそれは辛いて。
あれなんだっけ、あと最後の方だね、これだね。いいですね、これ後ろにいいね、コラボキャラがいるね。今後もこれ出てくるかもね、仕様として。ちょっとね、私ボックスに溜まってるので受け取っちゃいますね。はい、ということでね、グダ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 と雑談しながら、エミリアの育成、そして新装備の作成をしてみました。すべてじゃないのでね、申し訳ないんですけど、そんな感じかな。でコラボジェムもね、なんとか集めてラックマにしたし、はい、だいぶ今更ですけども、まあでも、まあ、さっき言ったみたいにちょっとねモチベが下がってリゼロコラボあんまり楽しめなかったかもしれないけど、まあでも多少はまあやることはやれたかなっていうのはあるので、装備も作ったし、全部じゃないけどね、一応今回新装備にできなかったやつも最大強化はしてあるのでかな。でキャラも一応ね、4キャラ中2キャラ手に入れられたから、まあまあ良かったのかなと思います。はい、ということでね、ちょっとだらだら長くなっちゃったんですけども、良ければチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。